切に。あなたは何を思いますか。そっと光が差し込み、命が芽吹いてゆく。眠っていた木々たちが目を覚ます。境目なんてわからないまま、季節は巡ってゆく。時の流れに心がざわめく。桜ふと生ぬるい風が吹き抜けてゆく。誰もが目指すその先がかすかに影ろう。過ぎ去った日は遠くなる。増してゆく。取り残されたように一人立ち尽くす。桜舞うこの季節に、あなたは何を思いますか。不安も君と過ごしたあの日からうまく切り替えられないまま、抜け殻になった頭と心埋めてゆくのは虚しさだけ。僕だけが昨日に思い焦がれ立ち止まる。君はもう明日を目指し一人歩き出す。他に何もいらないから、もどかしい思い。
全てを分かり会えないとしても僕だけ知るかを一つあればいい君に届く特別な言葉探し続けて何も言えないまま目に見えない形はないけれど確かに溢れ出した思いが体中をめぐってくもしも出会う前の君に会いに行けたら抱きしめてあげたい抱えた孤独を心ごと僕が守りたい他に何もいらないから叶う夢は君だけでいいのに澄み渡る空が苦しくてもどかしい思いが今涙に変わる それではいいですか、今週も始まりましたクラブパルヘジア。この番組は、毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして、普段のライブでは見られない本音トークやその魅力をお届けする番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーご用意しておりますのでお時間の許す限り、ごゆっくりしていってください。ありがとうございます。まず自己紹介ということで1月から3月の第4火曜日 MC を担当しています、なるみと言います。よろしくお願いします。イエーイ。それでは早速ゲストを紹介していきたいと思います。昨年4月から6月の第1火曜 MC を担当されていました。この番組ではおなじみの小さい体で大きな愛を歌う鍵盤弾き語りシンガーソングライター、滝沢さとみさんです。いやよろしくお願いします。皆さんこんばんは。はじめましての方もそうでない方もこんばんは。今日も元気にいきましょう。ひらがな7文字で滝沢さとみと申します。鍵盤弾き語りのシンガーソングライターをやっております。この後いろいろ私の紹介もしてもらう予定なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なるみちゃんと初めましてなんでちょっと緊張してるんですよ。初めまして。本当ですか。全然人見知り発揮しててさっきも全然喋れなかったから全然そんな感じしなかったんですけどちょっと呼び方をですね、はい、決めたいんですけどなんて呼ばれてますか。へえ、滝沢かタッキーかタッキーさとみん。あーサトミンでいきましょう。あ、じゃあいいですか。サトミンって呼んで、ナルミンって呼んで、ナルミンでお願いします。やったー、やったー、イエーイ。ノリがすごい元気な方でいや、もう MC されてたってことなんで私はもう本当今日は心強いなと思いながら、もう私もてんてこまいでもうすごい噛みまくりのやつをやってたんですけどね。ということでサトミンよろしくお願いします。お願いします。ではですね、次はなんだ。あ、早速ライブですよね。ではさとみんに早速ご挨拶代わりということで1曲歌っていただきたいと思います。準備をお願いします。はい。
準備していただいている間にですね、今日のテーマを紹介したいと思います。今日2月23日は富士山の日というらしく、あれ富士山一周するって聞いたよね今度。いやいや嘘だ、富士山一周する、違ったっけ、富士山一周はしない、樹海どうすんのあった、なんか樹海に祝いって書いてあるって。富士山の日の紹介してもいいですか。すいません、富士山223で富士山だそうです。この語呂合わせと、この時期富士山がよく望めることから、もともとはパソコン通信ニフィティセーブ内の山の展望と地図のフォーラムで1996年4月に制定されだそうです。それとは別に山梨県河口湖町が2001年12月に、そして静岡県が2009年12月にそれぞれ制定した日だそうです。そこで本日のテーマ富士山、富士山の絶景スポットや富士登山の思い出など、あとあなたの知っている富士山のあれこれを、ぜひ教えてください。樹海の話はしちゃダメなの？樹海も OK です。樹海の話も。いいんだ。樹海の話ね。富士山であれば。後で話したい。ソーシャルストリームタイムラインへの書き込みをお待ちしております。ほら、すごいよ。ツイッター連携してコメントください。アメーバーフレッシュ、すでにもう450だもん。どういうことですか？アメーバすごいな。すごい。アメーバすごいでしょ？アメーバこっちですよね。そう。わあ、ありがとうございます。基本こっちにアイソ振りまい。こっち？どっち？でもさ、あれだよね、歌ってるとこ映してるって書いてあったけど、これできないんだよね。できないんですよね。まあ、振ればいいんだけど。うん、なかなかできないから。まあ、今日はちょっと、あ、お試し配信なんです。アメーバさん見てくださってる方々。そう、今日はユーストリームとアメーバの配信と2つやってますので。やってるんだけど、アメーバの方は、アメーバさん、そう、歌の、ちょっと裏配信みたいな感じなんで。裏配信か。両方欲しい。楽しんでもらえる。そうですね、裏配信バージョン、アメーバさんと。ではそろそろ準備できましたかね、歌の。はい。ではさとみんお願いします。ファーストシングルの中から1曲、タイトル曲になっている曲をお届けしたいなと思います。キリエ。中に散らかった思い出を夢中で、ゴミ袋に詰めて、なんだか少し広くなった部屋、物寂しさに花の奥がツンとした、あの人のあたしであることが毎日の意味だったから、私の好きはどこにあればいいの、好きだと言ってくれた髪の毛も切ったよ、伸ばす理由もそんな強さもない、吹き出たと言葉にしてみるけど、本当は少しだって忘れ
初のわがまま、なんだそれなんて言いながら、口元が緩んだ瞬間をちゃんと見てたよ、教えてくれた大きな気持ちたちを一つ一つ綺麗に並べて、消すのでも忘れるのでもなく、離れてしまった二人の距離をただ受け入れよう、好きだと言ってくれた髪の毛も切ったよ、伸ばす理由もそんな強さもない、吹っ切れた1曲歌っていただきましたが、先ほどですねちょっと番組プレゼントの紹介をしてなかったので、まずその紹介からいきたいと思います。今週もプレゼント盛りだくさんです。あ、用意してないよ。用意してない。見本が見本がもういろいろ今日大丈夫ですか。毎度おなじみパルヘジアステッカートゥルーカラーズアルバムボリューム2特製ステッカー&2016年カレンダー、小川エリバンドソウムニカのオリジナル缶バッジ、宮武愛理オリジナルリーアイステッカー、ソウムニカ、ソウムニカ、宮武愛理ステッカー、リーが2つ、そしてかわいいなおい、おで、さっきのトゥルーカラーもう元のカラーよろしくお願いします。はい、番組ステッカ ー、あとどっちインチキ、そうです、インチキ宴さん提供インチキマンションお笑い CD、 いつまでそれあげるの、どんだけ枚数あるのこれ。こちらです。そして、番組コーナーで使用したスケッチブック用紙と番組終了後の集合写真にサインを入れてプレゼントいたします。応募方法は番組スタッフが番組用ハッシュタグをツイートしますので、そちらをリツイートするかそのハッシュタグをつけてコメントいただくことで応募完了となります。どうやってツイートしよう。ツイッター連携してコメントしてください。大丈夫ですか。今日はねスタッフさんがね足りないみたいで、いろいろ。スタッフが足りないんじゃなくて、配信 PC を2つ使っちゃったんで、あーなるほどね、返しがないっていう。今日はいろいろお試しな配信になっていますので、皆さん、ちょっとわちゃわちゃするかもしれないんですけど、そんなとこも楽しんでいただけたら嬉しいです。アメーバ850いってる。わー、アメーバさん。だから今日はユーストリームとアメーバで、フレッシュ。フレッシュ。アメーバフラッシュ？フレッシュ。フレッシュ。フレッシュ。アメーバフレッシュと2つ放送しているので、あのスマホなのでこう行ったり来たりしているという方もいらっしゃいますね。うん、ありがとうございます。どっちもスマホから見れます。ありがとう。まずその辺も嬉しい。あと私気になったコメントがあるんですけど、滝沢さとみさん、あのツイキャスで総合にぎやか1位だった人かっていうコメントがありました。そうです。ありがとうございました。皆さんのおかげで。すごいよね。1位ってすごいですよね。ツイキャス、うん、ツイキャス分からない方いらっしゃるかもしれない。ツイキャスとは動画配信。あれはなんだっけ？ MP？ そう、なん
いや私まだやったことなくて、うん、ツイキャスっていうなんかこういうアプリがあって、ツイートキャスティング、そう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 、ツイートキャスティングってなんか携帯でも PC でも配信ができるんだけど、それで36時間私起きてたんですよ。まずそこからちょっと褒めてほしい。36時間、36時間配信をしたんです。それは何、iPhone、iPhone でやりました大体は。あ、いや切り替えながらや、そうそう、4時間で1回落ちちゃうから、そう、強制終了がかかるから4時間ごとにいろんな企画を用意したんですけど。え、それ歌割りトークありって感じでずっとですか？歌やってトークして 外配信をしたんですけど。え、寝落ちはなかった、しなかった。ちゃんと全部動画で配信して、途中で外配信で携帯のモバイルバッテリーの充電が切れるっていう大事件が起きて、それが実験だ。で、やばいやばいやばい。なんか和やかなムードだったのに、突然ピリピリした空気が流れ始めたんですよ。皆さんちょっとアーカイブ残ってるんで、ツイキャス持ってる方はぜひね、うん、滝沢さとみで検索していただいて、いろいろ見ていただきたいなと思うんですけど、うん、でありがたいことにみんながねすごい協力してくれて、どうしても私は MP っていうポイントがあるんだけど、はいはい、お茶を1個投げてもらうと 3MP 増える。うんうんうん。で他にもアイテムはあるんだけど、一番率がいい、そう、効率がいいのがお茶っていうアイテムで、その 3MP を蓄積してって5万を超えたんですよ。みんなのおかげだから、本当に私だけじゃ何もできなかったし、なんか想像つかないんですけど、5万ポイント嬉しかったです。もうなんか本当、全然興味ない人からしたら何してんのって話なんですけど、すごいありがたい。ご飯とかどうしたんですか？ご飯は食べたりしました。食べ放送しつつしました。36時間ってことは、丸1日ともう一つ 半日。そうそうそう、半日ですよね。土曜日のお昼の12時から、日曜日の夜中の12時までやって、もう一回でも眠さのピークが来て、うん、外配信の時にしかもあろうことか、お腹もいっぱいになってし、なんか外配信がね、 あの日って割とあったかかったのよ。あったかかったし、ね、食べる企画だったの、外配信が。自分たちでお題料理を最初に決めといて、あらかじめ阿弥陀くじで、でなんか選ばれたお題料理がハンバーグと餃子と油淋鶏。おー、がっつりですね。そうで3つとも、てかとりあえず3つ置いてあるとこって、なんか3つあって、3つのうち2つをクリアしなきゃいけないんだけど、そう、外に出て全然知らない人に昨日の夕飯は何ですかっていう質問をしたんですよ。 そう、そしたらまあ帰ってくる答えは、昨日食べてませんっていう人と、多分なんだこいつって思ったんでしょうね。答えるギリねみたいな、な、無視された。そう、無視はされなかったです。でも返事をしてくる。そうそうそう、聞いてもいいですかって言ったら、いいねって言って去られたり、あとはなんでですかっていう質問もあったし、あとやっぱなんかおかずを聞いてたんですけど、昨日の夕飯のおかずは何ですかっていう質問で、おかず、いやちょっとオムライスだったんですけどとか、カレーライスだったんですけどとか、そういうのばっかで、なかなかちょっといろいろ、でも言われたのは全部食べなきゃいけなかったんです。へえ、あ、え、そういう企画は、言われたものは食べなきゃいけない。それ自分でお店に行って頼むってことですか？へえ、自腹で。なんだそれ。何、高級なものは、あ、でも入手困難なものとかはパスっていう。あ、それはパスできる、何回パスできるとかって。でも高級料理とか入手困難なものってやっぱ時間が決まってるものだから、やりづらいじゃないですか、っていうので、まあ、そういうのだけはパスしていい、あとおかずじゃないものはパスっていうのは最初から決めてたんですけど。結局何種類ぐらい食べたんですか？でもそんなにかかんなかったです。油淋鶏はやっぱり言われることがなかったんですけど。言わなくないですか？
油淋鶏って言わないですよね。なんですか油淋鶏って言われたらもう奇跡が起こるとしか思えない。ハンバーグと餃子が言われて、全部ででも6食分ぐらい。でもすごい、6食も。いや大変だったんですけど楽しかったです。もう一回やりたいと思いますか？思わない。やっぱりそこは思わない。そうなんですよ、思わないんですけど、1位を取った暁にはこの間山手線一周企画もしたんですけど、なんかもう一周しますって言ってしまったので、4月にもう一回山手線を歩きますので皆さんぜひ見てください。歩くんですか？歩くんですよ、この間歩いた時15時間かかって。すごい、15時間ってちょっとみんな大丈夫、気おかしくならん？関西の人が山手線回って中央線やって、で大阪で環状線やった人がいるじゃないですか。あ、誰ですかね、わかんないけど、岡川なんちゃら、小川なんちゃらさんと、あ、歌いながらって、うん、それはそうそうそう、そうですね、各駅で歌ってっていうやつ、キャスでじゃない、ただただ歩いてるのをキャスで配信するっていう、すごいタフなさとみんの一面が見えたところで。タフだよね。まあでもやるって言ったことはやるっていうポリシーで、すごい。で、真似できないですよなかなか。でもやろうと思えばできますよ。できます。これはマジで言う。できちゃうのかな。まあ、ということで、さとみんのタフさが十分に伝わったかと思いますが、ここで番組企画コーナーに行きたいと思います。これはちょっと書いてあるぞ。じゃん、教えてあなたの妄想デート。うわー、こちらのコーナーはですね、滝沢さとみさんが MC を担当されていた時のコーナーということで本日復活いたしました。聞いてない。あ、聞いてない。復活です。どっかで聞いたことあるんだ。そう、私もあれやったなって今思ったんだけど、パクリかみたいな、同じ考えなのかなって思ったら違ったんだ。違います、違います。これはじゃあさとみんに、パクリって言わないで復活っていうところがすごいです。いつ聞いても車だねみたいな話を
されましたね。なんかこのなんだっけな、こうバックする時のがいいとかそういうことですか？カハハとか言って。ハムじゃない。あのね、バックもいいね。バックもいいし、いい、まあとにかくさ、車ってさ、その空間がさ狭いじゃないですか。あ、個室みたいな感じですもんね。そうそれでね、なんかね、距離も近くなるし、やっぱドキドキはしますよね。電車移動もさ、やっぱなんかラブハプニングみたいなのはさ漫画とかではあるけど、うんうん、いやでもやっぱね、ちょっとね、なんですかね、電車よりかは、でももっと若かったら多分自転車って言ってたのかな。あ、自転車いいですね。ね、チャリでね、もう密着するから、かけましたか？かけました、かけました。はい、ということで見せていただきましょう。発表しちゃいまーす。でーれん。理想のデート、じゃじゃん。じゃつい。暑い、行きたい。新しいな。ここちょっと絵だけど。うまい。これは聞いてください。あのね、あの小学校の時の音楽の教科書にすっごい綺麗な茶畑が載ってたんですよ。あの茶摘みの歌あるじゃないですか、あれですっごい綺麗な、もう太陽の光に当たってキラキラってしたあの茶畑が映ってて、教科書で、何の教科書、音楽の教科書で、私それを見た時に、あ、こう好きな人とデートしたいって、ね、小学2年生ぐらいだったかな、3、4年思ったんですよ。それをこの間思い出して、そう、あの行きたい、なんだ、茶畑に行きたい、綺麗なところに。2人で茶摘みをするの？あの茶摘みは正直しなくてもいいんですけど、その風景を見てこうのんびりしたいんですよ、うん、なんか散歩したり、ちょっと語り合って時間が欲しいなと思って、そういう感じでございました。なるほど、はい、さとみんにも描いていただきましょう。絵を描くのか、絵か、ダメ、口頭じゃ、口頭で いっちゃいます。いいよね。え、描けてないってこと？全然今描いてなかったし、むしろ私はちょっとね、じゃあ口頭で。そうですよね、お願いしましょう。そういいよね、みんなもね。私の拙い絵なんて、もうこれの後には絵出せないっすよ。茶摘みでいいと、超可愛いんだけど、小学2年生の頃から変わってないんでしょ、その憧れが。そう、これ純粋でめっちゃ素敵。いや、すんごい綺麗なんですよ、茶畑。あのこう整ったあの、ね、すごいですよね、うん、綺麗な、なんていうのかな、静岡あたりかな。静岡行ってみたいです、だから。いや、いいな。行ったことないんだ。ないんですよ。東京からだと割と近いですけどね、うんうんうん、まだありません。なるほどね。さとみんの理想の妄想デートをちょっと、もう全然なんかすごいね、パッて浮かんで。私は時期的にでも、うんうん、今が2月でバレンタイン終わっちゃったから、そうですよね、次がホワイトデーでしょ、うんうんうん、ホワイトデーに車で車やっぱり車やっぱり車みたいで、さとみは連れてってほしいね、どっかにね、おしゃれに、ね、おしゃれだと。まだチケットって余裕があるの？13日ワンマンのライブの、ワンマンのライブ、いきなり来ましたね、ワンマンライブ。そうだね、今妄想デートだったのに。違う、ハッシュタグに重要な、あります、あります、あと10席ぐらい。ああ、じゃあそこアピールして、残りわずかす。もうホワイトデーなんで、まあ、誕生日が3月13日で前日なんですよ、ホワイトデーの。だからもう誕生日もホワイトデーも含めてでいいから、なんかいつも行かないようなところに行きたいな。いつも行かないようなとこってなんかあれですか、どういうところなんだろう。なんかおしゃれな、もう私がいつも、もうボンビーなんで、だからもうすごい狭い部屋に住んでるし、なんか綺麗なね、なんかとことか行かないから。夜景の見えるとか、ね、夜景とか大好き、大好きだ。まあね、なんかね、あのそんな凝ったことしなくてもいいんですけど、なんだろうね、妄想デートか。なんかさ、あの最近手つなぎました？手つないでないです。ですよね、うん、
ですよねっていうのもおかしいなですよねはおかしいな、何にも初対面なんでね、なんかもうつなぎましたって聞くのもおかしいけど、なんか私もつないでないんですよ。なんかさ、冬は冬のさ、手のつなぎ方ってない、ポケットって入れたりとか、そういうのは憧れちゃう、まだ未だに憧れちゃうタイプの夢見る乙女系女子です。寒いから手繋いだのをそのままポケットに、そうそう、インとかもいいし、もうむしろ向こうがねツンツンしてて、おめえ押せよみたいなおめえ押せよって感じでも、待ってよ待ってよみたいな、でこうね、あの手繋いでいいねねねとか言って ポケットにもう無理やり手を押し込んじゃうみたいなね。ダメ、ちょっと今頭がついていかないそれで突っ込んで、なんかもう突っ込んで突っ込んで、やだ手つなごうよとか言ってて、でなんか離れるこの貧乏人とか言いながら結構言うんですね、言うけど、あの握り返してくれちゃったりだとかしちゃったらもう最高っす。口ではこう言うけど実はね、そう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 、話さないよみたいな感じですよね。そうそうそう、最高じゃない、全然分かってないよ、共感してないよね絶対半分ぐらいまだ聞いてない想像もできてないだろうけど、うん、まあそういうようなね、そんなのもいいんじゃないかなと思って。いやでも分かりました、さとみんはこう、あの一見突き放したようで実はこう優しいんだよっていう、そんな男性が、そうそうそう、ツンデレやっぱギャップですよね。ギャップ良くないですか？ギャップいいと思います。ツンデレギャップ、ギャップ男子、あ、妄想で本領発揮の滝沢って書かれてますが妄想ね、大好きだからね、うん、もうね、でも茶摘みとか言えばよかったかな、私もなんか昼間のデートも良くないですか？昼間もいい、なんかね、やっぱ手繋いでね、外歩くだけでもいいしね、その私なんかのんびりしたいなっていうのがあって、うん、そういうのがねありますけど、お、3月13日はさとみんのバースデーワンマンライブなのでみんな行きましょうとコメント来てます。嬉しいですね。いいの、ハッシュタグ滝沢が占領しちゃっていいのかないいんじゃないということで、今日はこのハッシュタグをつけてツイートしてください。あ、ハッシュタグ何でしたっけあれ今読んだよ、今読んだよ、読みました、何だっけ。プレゼント用ハッシュタグ、3月13日はさとみのバースデーワンマンライブ。あ、それかハッシュタグは3月13日はさとみのバースデーワンマンライブです。こちらで不思議な匂いがする大丈夫なのかそこ。ぜひあの応募してください、よろしくお願いします。お願いします。それでは次のコーナーに参りたいと思います。すごいぞ、1500超えたぞ。わー、アメーバさんですよね、はい、アメーバさんの視聴率がすごいことになってます。ありがとうございます。よかったらコメントもしてみてください。ではでは、妄想のデートコーナーが終わりまして、次私の持ち込み企画、なるみ持ち込み企画、ふるさと自慢、ウェーイ。まずですね、私は宮崎県出身なんですけど、さとみんは長野県です。長野県出身ということで、あのどちらも多分自然が豊かな場所だと思うんですけど、あ、さとみん、じゃあなんか書いてもらっていいですかね、今のうちにおすすめの場所とスポットみたいなね、観光スポット、おすすめスポットと、あとはグルメ、郷土料理とか、なんかお土産これありますよとかあれば、私が長野県について、はい、あのさとみんに長野県のその書いてもらってる間に、私の宮崎県のちょっとふるさと自慢をしたいと思います。まずですね、観光地というかおすすめ場所なんですけど、3つ紹介したいと思います。1個目、青島神社。これはですね、あの宮崎市の南東部海岸付近にある島、青島ってあるんですけど、そこにある神社で、縁結びの神社として有名です。で、昭和の時代には新婚旅行のメッカと言われてたそうです。で、モデル の海老原由里さん、エビちゃんが旦那さんと訪れたという、あのお店、出店かな、なんかあるんですけど、
ソフトクリーム屋さんとかあるんですけど、そこに写真もありました。でこれがですね、奥に進んでいくと熱帯雨林のようなこういうね、なんか樹木が生い茂るなんかジャングルみたいなとこがあるんですけど、この中にもこうお参りするとこがあって、そういう不思議な場所でございます。私もでも3回ぐらいしか行ったことないんですけどね。そしてもう一個、あの高千穂、これはですね、天野安河原天野岩戸神社という神社なんですけど、ここすごい有名でパワースポットなんですよ。でなんで有名かというと、あの多分江原さんっていう方いらっしゃいますよね、あのスピリチュアルな、あの方がなんかテレビとかでも紹介をしてて、であの八百万の神がこの川原に集まり、あの神様の会議をされたと伝えられる大洞窟があります。だから全国の神様がここに集まるんですよっていうすごい場所で、で祈願、伊勢神宮じゃなくてそっちの、あ違いますね、違いますって言っちゃった伊勢神宮も、伊勢神宮のことはあんまり知らないんですけど、宮崎にもそういう場所があります。そして祈願する人たちの手により無数に積まれた石があります。こういうちょっと分かりづらいけど、こういう石がねずらーってあって、すごいそれが神秘的なんですね。でこれもおすすめです。あ、高千穂来た、チキン南蛮大好きって来てる、青島行った30年以上前、おー30年以上前、そうかそうか、じゃあ今だいぶ雰囲気変わってるかもしれない。そしてもう一箇所、私大好きな町なんですけど、綾町って知ってます？聞いたことないですよね、うん、ない、知らないですか、知らないか。あのね、あ今ふるさと納税って結構聞きますけど、あれですっごい人気な町なんですよ。なんかオーガニックとかにも力入れてて、で自然がもう本当に豊かで、日本最大級の照葉樹林地帯を保有している綾町でございます。で私綾ワインが大好きで、この絵にもあるんですけれども、ワイン、あの本格焼酎とかワインなどの蔵元が集まる主泉の森という観光スポットがあります。こちらで綾ワインも試飲できます。で、ワインが苦手な方も結構飲みやすいワインなので、これ本当におすすめでございますという感じでございました。はい、次じゃあお土産品もいっちゃおうかな、いっちゃいますね。お土産品、じゃじゃーん、3つあげてみました。やっぱりコメントにもありましたが、チキン南蛮、チキン南蛮、唐揚げとチキン南蛮違うんですよ、違うんですよ。チキン南蛮は甘酢に漬け込んでて、で小麦粉とかつけた後に卵液つけて、それで揚げたものにその甘酢だれを漬け込むんで、そこがまず違くて、そうで、タルタルソースとね、この甘みとその酸味いいんですよね、絶妙なんでございます。あのもも肉と胸肉とあると思うんですけど、どっちかな、私ツイッターではもも肉派って書いてるんですけど、最近胸肉の良さにも気づいていきましたどっちも美味しい、そうどっちも美味しいんですよ。でお店で味とかタルタルソースとか全然違うので。あともう一個、地鶏の炭火焼き、これはですね、炭火に鶏の油を入れて炎をバッと上げます。でその中で塩をかけた鶏もも肉を一気に焼く、だからこう真っ黒になるんですね、真っ黒な、これも美味しい。宮崎は焼酎も美味しいんですけど、それとも合います、霧島。そしてもう一個、これはデザートでチーズまんじゅうっていうのがありまして、今日実はですね、ちょっと持ってきてるんですよ。わー、食べたい。チーズまんじゅうご用意しました。じゃじゃん、チーズまんじゅう、これは、あ、これはあの、あ、ちょっと待って、そこに置けばいい、大丈夫、こどこですか、ここ、あ、ここかなんか出してる、あ、これはですね、あの空港とかそういう、なんだ、駅とかでもう売ってるお土産品のチーズまんじゅうなんですけど、今日は新宿のあそこで買ってきた、そうですそうです、新宿にあるんですよ、アンテナショップ宮崎の、そこで買ってきましたので、さとみんと
スタッフの皆様にも。わーい、ありがとう。嬉しい。食べる。ちょっと待って。もしよかったら今食べていただき感想をいただけたら嬉しいです。やったー。やった。で、あのですね、チーズまんじゅうはこの私個人的に好きなのはサクサクしたクッキー生地のが好きなんですけど。柔らかいかも。そうです。今日のは柔らかくてあのお土産品だとなかなかないんですよ、サクサクのやつが。おー、だからこのお土産品はしっとり系の生地になってます。あ、チーズだ。そう、中にクリームチーズ入ってるんです。どうですか、どうですか。美味しいんですよ、これが。これは初めて食べます。私これ全国販売されてもいいんじゃないかっていう思うぐらいの美味しさだと思うんですけどね。なんかどっかパクりそうだよね。そうですよね。いわゆるほら、うなぎパイって、はいはいはい、今パチモンっていうか、なんかいっぱいある。あ、そういっぱいあるじゃん、分析が。ありますよね、似たやつ。なんか名前変えてなんかいろいろ。いやー、ダメです、ダメです。これは宮崎のものなので皆さんよろしくお願いします。おいしい、おいしい。あ、用意がいい、褒められた。やった。あ、肉巻きおにぎりもあるんですけどね。いや、宮崎牛もそう。あ、豊見崎落選じゃないですよ。高千穂で飲んだガッポ酒。ガッポ酒ってなんだろう、私はもう知らない。かけた。かけましたので、まずこれをいただきます。食べたくてしょうがなかった。チーズまんじゅう食べてもらいます。洋風チーズまんじゅう。そうです、そうです、うん、食べたい。これもね、お店でまた違うんですけどね、なんかケーキ屋さんとかで売ってるやつはクッキー生地でサクサクしてて、また違うんですよ。すごい人気で売り切れちゃったりします。本当にチーズの匂いがする。クリームチーズ。いただきます。やったー。え、じゃあチーズまんじゅうっていう、な、た、例えば、料理だと、例えばオムライスとかってあるじゃないですか。うんうんうん、そういう中のチーズまんじゅうっていうぐらいに位置づけます。あ、私の中でですか。いや、違う違う。あの、要するにいろんなお店で出てるってことは、はいはいはい、あのほら、ああ、ここのお店が勝手に作って、それがチーズまんじゅうって出てますって話じゃなくて、あ、始まりは分かんないですけど、あ、でも今の話、今ぜ、もう宮崎といえばって感じなので、だからなんか探せば このお店のチーズまんじゅう、このお店のチーズまんじゅうっていろいろ出てきます、出てきます、いろいろ、はい、いろいろ出てきますよ。美味しいですか。うん、嬉しい。すごい、なんか本当にチーズケーキを食べてるみたいな感じですよね。すごい濃厚な感じってことですかね。すごい詰まってる。嬉しい。まあ、なんかこの画角は佐藤の髪切れ。今日はですね、ユーストリーム番組とアメーバフレッシュと2つ放送してますが、アメーバフレッシュの方はですね、なんか裏放送みたいな感じで、ちょっと歌のシーンは見れないんですけど、あの、よければ見てみてください。両方見ると、両方見てください、両方見てください、面白いかもしれないです。ということで、さとみんにもチーズまんじゅう食べていただきましたが、かきざくってる。はい、じゃあとりあえず、はい、長野のおすすめを言えばいいんでしょ。そうです、ぜひぜひ教えてください。行ってみたい、長野県。もう一回水いいですか。コメント、コメントも、コメントもぜひぜひ書いてくださいね。長野県について、はい、おすすめの、おすすめ、おすすめってなんだよ。おすすめの食べ物は、うん、3つあげました。てってれー、じゃじゃーん、おそば、おやき、野沢菜。わー、健康的な感じがしますね。いや、本当に美味しくて、うん、おそばは、まあ、長野の、うんうん、有名なんですよね。知らなかった。すごく有名なんですよ、お蕎麦が。もう全然違うの、コシとかが、うん、本当に美味しくて、うん、なんかお蕎麦の蕎麦粉、うんうんうん、蕎麦の実、蕎麦の実を育てるのに最適なところらしいんですよ、長野が。で、お水も美味しいから、そこで打った お蕎麦は美味しいということで、蕎麦がすごく有名です、うん、そしてね、おやきは、まあ、長野の郷土通り、郷土料理なんですけど、食べたことありますか？おやきって、あの小麦粉で練った生地に
ちょっとこう、なんだろう、高菜みたいな野菜がこうやって、あ、じゃあありますあります。あれが2種類あって、うん、2種類蒸すパターンと焼くパターンがあるんです。蒸すの知らないです。蒸した方が私は好きなんですけど、美味しそう。そう、おやき、まあ私の一番好きなおやきの具材はナスですね。ナス、味噌とナスですか。そう、美味しそう。すごい美味しいの。美味しそう。超好きで、ちょっと本当食べてほしい。用意悪くてごめんね。野沢菜、野沢菜があるんだけど、野沢菜は食べたことありますか。野沢菜って何でしたっけ。なんか野沢菜、野菜、野菜漬物だよ。ああ漬物か。野沢菜の漬物はすごく好きで、まあなんか各家庭で漬けてたりするんですよね、長野県はね。え、この野沢菜がおやきの中に入ってたりもしますか。するんですよ。おいしいんだこれが。酒が進むんですよ。あ、いいな。野沢菜はね、うちの父親が漬けた野沢菜が一番おいしいです。では次 ね、長野県のおすすめスポット、スポット、あの3つあげてこうかなって全部って思ったんだけど、まあ、あまりにね、長野県はね、ここっていうところがまあなくて、山なんで、まあ、空気がきれいとか山がきれいとか、そういう水がおいしいとか、そういうのしかないんですけど、唯一言えるのがこれですね。ででん、長野市にある善光寺。善光寺、こちら国宝なんですよ。すごい。そう、善光寺、これがね、ものすごくね、あのパワースポットで、人が多いですね、これ。今ふーって思い浮かんだけど、あれだ、諏訪湖の花火大会とかも有名ですよね、長野県はね。初詣行ったでしょ。初詣行った、ここにめちゃくちゃ混んでた。すごかった、雪だったしね。で、みんなが気になる長野に行ったらこれを買ってくださいというものですね、お土産。てってれー、八幡屋磯五郎の七味。七味、これうまいんだよ。普通のと何が違うんでしょうかね。もう全然違う、食べ比べてほしい。こうやって舐めてほしい。そもそも香りが違う。香りが違う、全然違う。もうあのこれを食べると、私これで育ったんですけど、七味はこれ以外の七味をちょっと違うね、語弊があった。ちなみに、あの何歳ぐらいから七味ってこうかけられるようになった。あ、確かに。あ、でも全然小学生の頃からかけてたと思う。お父さんがこれすごい好きで、でなんかうちはこれ以外の七味がなかったんですけど、これめちゃくちゃ美味しくて、で東京出てきて七味、まあ、こっちに売ってなくてね。探すと今売ってるけど、ね、そう、探せば売ってるんだけど、なかなかなくて、もう実家にすぐ電話して送ってって言って送ってもらった一品。じゃあこれはもう長野の人なら絶対一家に一本はあるぞみたいな。あります、多分。全然みんなこれ使ってると思う。へ、あそこ以外、善光寺の近くで売ってるわけじゃないですか。長野県全体で売ってる。全体で売ってるんだ。八幡や磯五郎の七味、これすごくおすすめです。でも全然本当になんか普通の市販の東京とかで売ってる七味は全然風味がない。確かに香りはそんなしたことない気がしますね。何が七味だって、7つ味がないだろうって思うから。いや本当にご意見が、これは本当におすすめですね。皆さん使ってみてください。これをね、おやきにかけて食べるっていう、そば、ね、にもいいですもんね。あ、そう、最高だよ。もううまだよ、うま。そんな感じでした。長野行ってみたい。長野来てください。行きたいです。ここから、東京からだと全然3時間半とか。バスですかね。バスで。おー、バスで3時間半。全然近い。近いです。余裕しゃくしゃく。いや、これは行かなきゃ。おすすめ。てってれー。ということで、ちょっと早いかな。早いかな。今日でも2人だからね、長く喋ってても全然問題ないんじゃないですかね。問題ないですか。ね、そんな気がする。ちょっとじゃあ質問したいことあるんですけど、いいですか。はい。
突然対応できるかな私あ全然さとみんのこうなんだろうパワースポットというか癒しの時間というかここに行ったら元気が出るとかこれをしたら私は元気になるとかなんかそういうのが知りたいです私はお家ですお家お家でペット飼ってるんですよあ猫ちゃんフェレットフェレットえキツネじゃないキツネフェレットフェレットフェレットかフェレットじゃない不思議な空気が流れちゃったあれキツネっぽくなかったですかうちのね、さゆちゃんっていうねフェレットちゃんがいるんですよ写真を出しますねなんか小動物っぽいですよね、きっと小動物ですイタチ、イタチはわかるイタチあイタチに確かに似てる似てるとイタチ科なんですよねあそうなんだ、イタチの中のフェレットそう、イタチ科でフェレットなんかろくなのねえけど丸まって寝ててわえ顔が見えないでも顔が見えません寄ってもらっても白飛びしちゃうかなさくさくさ白いんですねそう、これだと分かりづらいこうなってるんだよね映像あとねあ動画 YouTube にもアップしてるんですけど、私の YouTube アカウントがあるんですが、はい、自分の歌を載せればいいのにこいつのさゆちゃんの動画一個だけ載ってて1個だけあ、これも分かる かわいい横にできないあ、できないやつこれ横にはできないえ何歳ですかもうね、もうちょっとでおばあちゃんなんだけどそう、3月で4歳になるかな4歳っておばあちゃんなんですね。もうね、そうなの。フェレットの寿命って大体どのくらい？まあ6年。あ、そうなの。6年短い。4歳から病気に気をつけた方がいいよみたいなやつ。もう本当可愛くて毎日癒されてます。お家帰って。ただいまさゆちゃん。よし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 。今日も臭いね。臭い。臭い。めっちゃ臭い。お風呂とかなんか匂ってきたらお風呂入れるから毎日入れると逆になんか肌がの油が取れて匂いがどんどんきつくなるらしくてそうまあでも基本的に獣臭い餌は何食べるんですかペレットフード専用のご飯があって基本的に肉食なんですよもともとイタチだからだからねもうちょっといいものあげれたらねいいんだけどねうんそうだからよく人のこと噛むんですけど噛む私は噛まれないけどねあ人見知りでちょっと怖くて噛んじゃうんですかね、うん、全然いか怖いのかな全然知らない人だとどうなんだろうね分かんない噛む人と噛まない人がいる初対面でもなんだろうなんか感じるものがあるんですかねここの人は危険だみたいないやでも本当に私以外噛むから逆に言うと私だけ噛まれない超可愛くないですか心を許してるからってことでしょうねじゃあそうね何が起こったかなユーストが落ちたかな今復活しましたちょっと今フレッシュ大丈夫です今ユーストリームが落ちちゃったみたいですがなんとかさゆちゃんかわいいんだよあアメーバの方にもさゆちゃん見せましょうかねかわいいんですようちのさゆちゃんが見えてるかななかなか飼ってる人いないんじゃないですかいやでも意外とアーティストの中にもいたりしてそうこの間キサラギアイリちゃんっていうねアーティストがねうちにフェレットちゃん連れてきてくれたんですよお友達になってくれたなりました喧嘩しませんでしたあうちの子のテリトリーなのに負けてた気が強くて、そうなんだよかわいいなさゆちゃんが癒しの時間ということでなるみんは私は何だろうあ
でも私のパワースポットというか好きな場所はまず神社好きなんですけど、うん、あと自然食品の店が大好きでもう大好きなんですよ。店が好き。自然食品の店に行って何も買わなくてもパッケージの裏とか見てあこういうのが入ってんのかって見るのがすごい好きで、でもあんまり長居してると怪しまれるそうだからあんまり入れないんですよね。なんか買わないと買いますよ。買わないのに裏ばっかり見て歩くとどうしたかと思った怪しまれるそうだから、でもねもう好きなんですよ。自然食品の店行くのがもう大好きでございます。玄米とか。え、玄米自分で炊いたりするの？でも普通の玄米じゃなくって発芽玄米かな。体にいいやつね。炊きます。発芽玄米の方が多分白米に近くて食べやすいと思うので、うん、そういうのを食べております。だから長野県とかもすごく気になるんですよ。野菜とかももう野菜だらけ。いいですよね、新鮮な野菜。野菜だらけ。野菜だらけだよ、ね。美味しい野菜がいっぱいありそうだから行ってみたいな。実家が農家なんですよ。ああ、何作ってるんですか？いろいろ野菜も米も果物も。じゃあもう自給自足できそうな感じですよね。うん、お肉とか以外は、お肉魚以外は。さすがに、ね、肉は育てられないけど。でも鶏飼ってるから卵もうちで。すごい。ウコッケ飼ってたんですけど、小さい頃に、まあ、全部死んじゃってあれだったけど。ウコッケって何が違うんですかね。ウコッケの卵は高級なんですよ。なんか濃いんですか、色が。濃いのかな。黄身の色が濃いのかな。ちょっと小さいんですよね。なんかね、そうだから高い卵を食って育った。なんかすごい健康体になりそう。めちゃくちゃ健康だった。だからこの元気も。パワフルさもそこから来てるんですよ。東京出てきて初めて冷え性になったから本当に長野でいい暮らしをしてたんだなって思 う今更。確かに、なんかしかも出てきてその生活環境も変わるし、一人暮らしとかだと余計なんか変わりますよね。食生活もちょっと変わってくるし。本当ね、まあ、最初のうちは出てきて最初は友達とルームシェアをしてて、そこでまあ2人で、まあ、なんか料理番をね決めてね、夕飯は交代作ろうとか、そういうのは最初のうちはしてて、まあ1週間足らずで全部1週間早くなって、もう家の中でも合わないみたいな感じだったんですけど。なんとなく作らなくなるんですか、ちょっと今日は忙しいみたいな感じで。でなんかそ う家隣の同じ家にいて隣の部屋にいるのに LINE、で連絡取るとか、話せよみたいな。そうなんだ。そうなんですよ。あれ東京出てきて何年ぐらいですか？2011年に出てきました。ということはだから5年ぐらい。4月で5年目に立つ。お、5年も経っちゃった。いや5年。いつ出てきたんですか？私も多分それぐらいなんですけど、いつだったかな。それぐらいです。5年目になってるのかな今。ちょっと曖昧ですいません。それぐらいです。一緒ぐらいで。私も同じぐらいに。掘り下げぬ。出てきましたよ。でももう最近帰れてないんでね、1年間ぐらいは帰れてないので。そうなんです、もう恋しくて恋しくて。宮崎、あったかい地方、あったかいとこ行きたいとこですけどね。あれやね、焼酎。焼酎好き？あ、私でも焼酎は飲めなくて。あ、そうなんだ。飲みます。そう、ちょっとなまったなまった飲みます。さとみんはお酒大好きで、ビール以外何でも飲む。あ、私もビールダメで。なんであんなに美味しくないの。苦いだけって感じしちゃいますけどね。でもあれ美味しいんだよね、みんなね、きっとね。ビールダメで、焼酎もあんま飲まなくて、ワインは飲む。ワインは飲むんですよ。なんとかワイン好き言うてたもんね。ワインは飲むんです。あとなんだろう、あ、でも最近日本酒の美味しさにも気づいて、
女性にも飲みやすいのってあるんですよね。あのスパークリングでちょっと甘みあって。ミオだ。違う？ミオかな。わかんないんですけど。ミオは美味しい。うん、日本酒の瓶で売ってるやつをね、こうキポンってやってね、こうやって飲んでる配信をしてる。たまに。それひたすら飲んでるんですか？乾杯。歌わずに。あ、そうそう。お家で歌えないから。あ、そうか、そうですよね。美味しいんだよね、あれね。ごめんね、ちょっと話し日本酒。いや、日本酒美味しいんですよ。美味しい、ね。長野だったら美味しい日本酒ありそうですもんね。あ、美味しい。美味しいよ。もうだって米も水も空気も美味しいから。うん、最高だ。何でも美味しいし。お酒好きには。でもどっちが好きなの？ワイン、赤と白。あ、もうその日の気分もあるんですけどね。え、今日の気分は？今日は赤ワインです。赤い服だから。あ、赤い服だから。じゃあ私白かな。ほんとクリスマスみたいな。ほんとだ。2月だけどクリスマスみたいな。ちょっとめっちゃ演技良くない、この2人。紅白。そうですよね。紅白。あれ打ち合わせしてきた。してすごいね。してないんですけど、たまたま。すごいね。すごい。素晴らしい。すごいね、的にバッチリだよね。バッチリ。なんかお酒あってこう飲みながら語れたらいいですね。お酒歌がありますからね。そうだね。飲んじゃったらちょっと歌えなくなっちゃうかもしれない。もう今日は紅白。紅白でやっております。ビールをディスってるわけじゃなくて、なんかね、体に合わないんだろうな。なんか口の中から喉の奥ら辺まで腫れちゃうんですよ、ビール飲むと。じゃあダメじゃん。それあの麦の麦じゃないの？麦でしたっけ、ビールって。ポップ、それのアレルギーとかそういうことじゃないですよね。わかんなくて。そうですよね。そっか、そっか、それはまた別の。麦の体調だったのかな。あ、それもあるかもしれない。それか怖くて飲んでないし、美味しくないから飲まなくてもいいかな。無理して飲まなくても、ね、いやー、いろんな人が来てくれてる。いろんな人が来てくれてる。みんなみんなわかる。このこれあれですよね。日本酒の、あ、あれ消えちゃった。なんか私が押したから。そうそうそう、何そう。iPad ちゃんが、iPad ちゃんが。もう一回読み込めばいい。読み込めばいいですか？あ、戻るかな、ちょっと今、あのアメーバさん、どんな感じですか？なんかコメントはないんだけどね。アメーバさん、コメントください。数字だけで言うと、もう2250。すごい。はじめまして。はじめまして。よかったらコメントください。What?何の音だ？あ、来た来た来た。ミオ、そう、ミオね、美味しいんだよ。ミオ。いや、みんなすごい。あ、今すごいマイクに近いからうるさいかな。そう、かなり、かなり前になってる。でも、もうそろそろ歌のコーナー行っちゃいましょうか。そうだね、ちょっと前、あれして行っちゃいましょう。ライブに、さとみんにここで2曲だっけかな、ね、2曲ちょっと歌っていただきたいです。はい。ちょっとあのアメーバフラッシュフレッシュか、アメーバフレッシュの方はあの歌の映像がね見れないですけど、音だけでもユーストリームだと映像も見れますんで、ぜひそちら見てみてください。プレゼントのハッシュタグもう一回言っときましょう。3月13日はさとみんのバースデーワンマンライブ。こちらちょっと長いですけど、あのん、いっぱい言っとこう。こちらあのさとみんがワンマンライブ3月13日にあるということでね、こちらハッシュタグになってます。ぜひ、プレゼント当たるかもしれないので、あの応募してください。ではでは、準備できましたでしょうかね。はい、はい、ではさとみんに2曲歌っていただきたいと思います。坂
カンドシングルの中から1曲、明るい曲をお届けしたいなと思います。だってこれは恋でしょ、違うなんて君が言わないで、いつまで子供扱いするつもりでいるのよ。ありがとう。永遠の七時、なんだか少し目覚めのいい笑顔にドキドキ、好きって言ってもいつも大人な態度であしらって、こんなに人は多いのに君が一番かっこいいなんて、だってこれは恋でしょ、違うなんて君が言わないで、妄想デートからのねつなぎでね、滝沢さとみの妄想ソングをねお届けいたしました。二十歳を超えて作った、中学生になりきって書いた妄想ソングだったんですけども、今日は3曲届けていいよということなので、もう1曲だけお届けいたします。せっかくなのでね、せっかくハッシュタグを滝沢さとみバースデーワンマンにしていただきましたので、バースデーワンマンで新しく発売する曲のお届けをしたいなと思います。大事な大事な家族を思って書いた曲です。美しい朝、
遠く離れて暮らす大切な人、あと何度会えるだろうと、ふるさとへ帰るたび、またすぐ来いなと送り出してくれた、誰からも愛されるあなた、いつか来る分かっていた、それでも来ない願っていた。とわの別れ優しくしなさい、許しなさい、幼い頃にそう言って聞かせてくれた、あなたの思ったような大人に私は慣れているのかな。会うたびに枯れるほど溢れる涙が、あなたとの絆を思い知らせる。深い場所でつながる、切れることのないと思い浮かぶはあなたの笑顔。いつか年老いたその時には、私はあなたのようになりたい。美しい朝に溶けていったあなたのように、私はなりたい。あなたのように私はなりたい。ありがとうございました。
ってらっしゃい。もうすごいダブル MC みたいになってる。告知しちゃっていいですか。どうぞどうぞどうぞ。こちらですね、今歌いました、美しい朝という曲が入った新しく出るファーストミニアルバム、この日に発売になります。3月13日の日曜日、下北沢コムカフェおとくら、残りお席10席ほどとなりました。昼間の時間ですのでね、ぜひ来ていただけたらなと思います。そして夜はね、書き忘れちゃったんだけど、ここいよぎチャイナスクエアさんにて、バースデーワンマンライブアフターパーティーを開催いたします。アフターワンマンや、アフターワンマンじゃないや、アフターパーティー、飲み放題軽食付き3000円、いろんなアーティストが出ます。泉まみちゃん、鈴木ゆりえ、今泉セリナ、滝沢さとみ、この4組で投げ銭ライブをねお届けしたいなと思っております。ぜひ滝沢の誕生日の夜、一緒にサッカー好きかわしてねみたいな、かわしてねみたいな人がいましたら、ぜひね、あのここに、ご予約がですね、あと今泉セリナちゃんの枠で2席だけ残ってるっていうのだけは知ってるんですけども、来たらね、久しぶりにここに来たらめちゃくちゃ広くなってるんですよ。どうしよう、あのお席を拡大する可能性が出てきましたので、今夜のツイキャスをお楽しみに。詳細はそこはいいな。よろしくお願いします。よろしかでしょうか。パチパチありがとう。それでは、私が最後にちょっとあの一曲歌いたいと思うんですが、家出をした女の子の気持ちを書いた私の曲がありまして、そちらを歌いたいと思います。少女、聴いてください。ちょっと待ってくださいね。お、どこだ。あ、いや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 、あ、戻りました。ちょっと トラブルが、仕切り直しまして、少女というあの家出をした女の子の気持ちを書いた曲です。薄汚れたこの街はどこか私に似ている。帰りたくないの、行くあてもないのに、行き交う人の中紛れ込んで歩く。本当は私を見つけてほしいのに、奥は望んでないのだけど、ねじれるばかりで、ただ抱きしめて欲しかった、助けてって、心の叫びをこの口で伝えられたなら、あなたのこと傷つけ
ましたけれども、もうあの活動紹介いっちゃっていいですか。もう告知も始めちゃってるし。はい、さとみんの活動紹介はいします。祝福してもいいんで。あ、ワンマンライブ言ったこと何回言ってもいいんで。分かった。でもね、とりあえずね、こっちのね、うん、あの名前が出てないんですよ、うん、アメーバのコメントのやつって。そうですね。でもこっち見て、手ふんなぽは人がわかるし、滝沢って来てるの、これマミチーじゃないの。そうなの。わかんないけど、あのそんな気がしてならないんだよね。これでさ、泉マミちゃんっていうシンガーソングライターなんだけど、すごく仲良くてね、あのこれ当たってたらすごくない、愛の力ですよ。ということでお届けしたいと思います。滝沢を紹介します。ツイッターこちら、アメブロこちら、フェイスブックこちら、ラインアットこちらということでね、いろいろやってるんですけれども、ツイッターは全部、小文字、半角小文字で滝沢アンダーバーさとみで出てきます。ひらがな7文字滝沢さとみで、検索していただいても出てきますので、ぜひお願いします。アメーバブログ、アメーバさんよろしくお願いしますね。滝沢さとみ気ままに更新と、こういう風に、ね、なってますのでね。残念ながら俺ですぽ違ったのかーい。違う人だった。マミチじゃないのかよ。残念。なんか自分にショックだわ。愛の力とかに。Facebook ページあります。滝沢さとみで検索してください。LINE アットこちら、お友達登録してみてください。いろんなところでね、滝沢いますので、ぜひ友達になっていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。そして、いろいろ書いたからな。ライブいっぱいあるんですけど、2月24日、明日、北参道ストロボカフェというところでライブがあります。出番が20時から。久しぶりにストロボカフェに出ますのでね、お時間ある方ぜひお願いします。そしてその次26日は初めて名古屋の箱に出ます。名古屋審査会ハートランドに出演させていただきます。出番はね、あの言えないんですけど、言っちゃいけないらしいので言えないんですけど、ぜひあのよろしくお願いします。そして2月の29日、横浜キングスパーというところで滝沢出ます。この日はね、バンドとのコラボがあったりだとか、ありますので、ぜひね、お時間ある方ぜひ来てください、どれもこれもまだまだ、お席に余裕があるのでね、来てください。そして3月2日水曜日、川口キャバリーノ、あのね、キャバリーノ書いたらね、木だっけね、ひらがな書いちゃったっていうね、矢印でカタカナにしました。こちら出番取りです。よろしくお願いします。水曜日ビーバーじゃない、なんかなんちゃらかんちゃらウェンズデーみたいなやつ。あ、はい。そしてでで3月26日土曜日、新大久保クォーターノート、泉まみ5周年企画おすすめ 100% です。みんな来てね。こちらね、泉まみちゃんの活動が5周年を迎えるということで、この日夜は私も出るんですけど、お昼は泉まみちゃんワンマンライブがございます。同じ会場です。もうね、すごく楽しい一日になります。私もお昼からね、この日は参戦予定なので、ぜひ、昼のまみちワンマンと合わせて来ていただけたらなと思います。豪華なメンバーです。泉まみ、滝沢さとみ、私の出番が7時10分からです。みんな来てね、お願いだから来てね。で、あやりちゃんっていう子がね、オープニングアクトで出ます。ゆりや、アメリちゃん、アンコンディショナルラブということでね、アンコンさんと初めて私はやるんですよ、実はね、実は初めて対バンになります。よろしくお願いします。そしてまあいっぱいあるんですけど、いっぱいある、すごい。3月27代官山の窓、4月の2日代々木チャイナスクエア、今さっきチケットいただきました。こちらですね、宮武愛理さんと岡田茜さんと滝沢さとみ、スリーマンライブです。出番が取りです。よろしくお願いします。これ全部酒好き。いやー、この日乾杯でしょ、もう
すごいね。アイリさんあれでしょ、ワインでしょ。ワイン、ビール、私何飲もうかな、楽しみにしててください。そしてね、4月の14日、川口キャバリーノ出ます。4月の4日、月島社会教育、あ、5月だ、5月の4日、5月の4日、何言ってんの。5月の4日、月島社会教育会館、こちら大きなホールです。なんか企画者のさすらい二郎さんという方がいるんですけど、あのね、ツイッターでね、これの告知をしてて、告知いいよって言われてなくて、なんか、あ、したんだと思ったんだけど、すごい雑で、私の紹介の仕方だけが、見た、みんな、ちょっと本当に見た。え、なんか出番、出演者全員のわーって名前書いてあって、で、なんか何々さんは何どこどこのライブでからチケット発売です、誰々さんは誰どこどこの何日からチケット発売ですで、わーって全部書いてあるんだけど、滝沢さんはそのうち発売ですって書いてあった。そのうちってなんだよマジで。はぁと思ってマジ笑った。扱いみたいな。でね、5月の19日の木曜日、ツタヤオーネスト、広い会場ですね。久しぶりに O 系列に出させていただくことが決まりました。こちらオープニングアクトで、ね、ちょっと早めの時間なんですけど、オープニングアクトで25分の枠をいただきましたので、たっぷり楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ぜひね、この日開けておいてください。詳しくは滝沢さとみ .com、 こちらね、滝沢さとみ .com でウェブサイトが開かれますので、そちらの方でチェックお願いします。でさっきからね、ずっと言ってるんだけど、こちらも合わせてお願いします。バースデーワンマンライブ、残りがわずかとはなりましたが、期間も残りわずかです。もうね、何日、今日が2週間ぐらい後、わーおということなのでね、2週間ちょっと後、まだまだ15日があるある気はしたんだけど、そんなにないみたいで。でもね、この間の36時間キャスだとか、山手線一周キャスだとかで出会ってくださった方が、ちょこちょこ興味を持ってくれて、ちょこちょこ予約をいただいております。嬉しい。でも重要だよね、成果につながりました。本当に結果につながったので、本当に嬉しく思っています。でね、まだお席がちょっとだけあるので、ぜひね、ツイッターなどに私いろいろ載せてるんですけども、ツイッターでもいいし、Gmail の方にメールを送っていただくとか、ホームページからアクセスしていただくとか、していただいて、どうにかして滝沢にコンタクトを取って、ワンマンライブだったりね、他のライブだったり、もちろんライブ会場に来てください。それが一番いいね。来ていただけたら嬉しいなと思います。あと書いての出してないのあるかな。ない、そうなさそうだよね。とりあえずこちらを検索してください。これゆで玉五郎っていうキャラクター。それはさとみんのオリジナルキャラクターですか。そうそうそう、すぐ描けるから。ゆで玉五郎とゆで玉子ちゃん。それはラインスタンプとかではしないけど。しないですね。そうしないんだけど、これね、あのね、マスコットで一回フェルト買って縫って綿詰めて自分で作ったんだけど、引っ越した時に多分捨てちゃったんだよね。あまり思い入れなかった、ね、頑張って作ったし、うまいことできたんだけど、どこ行ったんだろうな。どっかに眠ってるかもしれないです。出てきた際にはちょっとオークションにかけたいと思います。よろしくお願いします。はい、長々喋らせていただきました。ありがとうございます。いっぱいね、ライブもいろんなとこであるみたいですけど、やっぱり今の一番のおすすめはワンマンライブですよね。はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。ではではでは、それ、あ、私だ、私からも待ってるよ。私からもお知らせ、まず、あのさっき書いたチキン南蛮なんですけど、私あのLINE スタンプ販売してまして、このチキン南蛮もいます。あの小豆チョコで検索するか、あの名前が小豆チョコにしたんですよ。それは小豆とチョコの組み合わせがあのモダンでおしゃれです。しかも美味しいから。
という理由で、あとチキン南蛮で多分検索しても出てくるかと思います。なのでぜひ LINE スタンプよろしくお願いします。そしてなるみのライブはあんまり決まってなくてちょっと空いちゃうんですよね。3月21日月曜日祝日、ここいよぎチャイナスクエアで歌います。お昼ですね、ぜひ来てください。そして4月1日が下北沢ロフト、ここはもうずっとよく出させていただいているところ、下北ロフトであります。祝日月曜日と金曜日です。なので来やすいかなと思います。次の日ね、休みだったり休みの日だったりするのでぜひ。そして鳴海初企画ライブを行います。これは4月の20日水曜日、これもちょっと先ですけど、下北ロフトで季節は巡る2016春と題しまして。でもさ、4月20日ってもう桜散ってるよねまだ春です。でも春は春、まだ春です。日本をこう横断していくと桜まだ咲いてるとこありますんでね。でこれはですね、季節ごとに企画ライブやりたいなと思って、1年間をこうしっかり歩いていきたいという意味を込めまして、皆さんとこう節目にね集まれたらいいなと思って季節ごとにライブをやります。ぜひ私がそのゲストさんじゃない、出演者の方もお誘いして呼んでますので、これぜひ来てください。よろしくお願いします。あ、もうこの決まってます。ちょっと口頭で言っちゃうと、かすみさんと、山瀬あこさんとあやねさんという、はい、あやねちゃん3名の方に出ていただきますので、ぜひ来てください。ということで、そして私のツイッター、ブログ、 YouTube がですね、なるみシンガーソングライターで検索していただくとすぐ出てきますので、あ、こっち見なきゃいけない、ずっとこっち見ちゃった。よろしくお願いします、なるみシンガーソングライターで検索してください。そんぐらいかな。あと私はですね、来月3月の第4火曜日もまた MC しますので、ぜひぜひチェックしてください。出てきたよ、出てきました。あー、やった、出てきた。これです、私の LINE スタンプ。すごい、これチキン南蛮宮崎弁なんですけど、なんかあれだよね、最近いっぱい数が作んなきゃいけない、40個ぐらい。そうだよね、前そんなことなかったのに。え、そうなんですか。そうそう、なんか変わった。40種類か、そう、チョコ小豆で検索してください。かわいい、嬉しい。もう一個、じゃあねーってやつかわいいもう一個、女の子のお団子ヘアの女の子の LINE スタンプもあるので、そちらもぜひチェックしてくださいませ。これか、それです、それです。嬉しい、ありがとうございます。 LINE スタンプです、私の。ありがとうございます。かわいい、こちらもぜひチェックしてください。それではプレゼント抽選に行きますか。まずですね、それでは番組プレゼント抽選を行いたいと思います。今週の番組プレゼントはカルヘジアステッカーとツルーカラーズアルバムボリューム2、こちらオリジナルステッカーでございます、と小川エリバンドソウムニカのオリジナル缶バッジ。手元にないぞ。あるあるある、さっきなんかちっちゃい袋入ってます。あります、そう、あ、これだ、これですね、これ缶バッジと、宮武愛理さんのオリジナルリーアイステッカー、こちらですね、かわいいステッカーが2つです。これだ、はい、そして宴さん提供インチキマンションのお笑い CD、 そして番組コーナーで使用したスケッチブック用紙と、番組終了後にさとみんと私の写真にサインを書きましてプレゼントをします。こちらハッシュタグをつけてコメントをいただいた方が抽選対象で、1名の方にプレゼントとなります。抽選は本日ゲストのさとみんこと滝沢さとみさんにお願いしたいと思います。抽選箱を久しぶりに引く、これさ、私さ、引くとさ毎回同じ人引くんだよね、運命なのかな。
君に決めた。デレン。じゃじゃん。あ。誰だ。スネポンさん。おめでとうございます。おめでとうございます。スネポンさん、プレゼントをお送りしますので、あのクラブパルヘジアのツイッターアカウントのフォローを待って、DM で送付先をご連絡ください。よろしくお願いします。それでは番組をご覧いただいてタイムラインにコメントをいただいた皆様をご紹介したいと思います。さとみんと私で、リズミカルに次々と紹介していきますので。メドウサギさんありがとうございました。マーシャンさんありがとうございます。マントさんありがとうございます。はよ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 。コシアンさん中だけこれなんだ。でも難しいですよ。コシアンさんね。コシアンさんありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。青いゴムゾーリさんありがとうございます。マントさんありがとうございます。ハツミさんありがとうございます。トライロさんありがとうございます。カゼニンさんありがとうございます。トライロさんありがとうございます。スネポンさん、先ほど当たったスネポンさんありがとうございます。パルヘジアありがとう。カツさんありがとうございます。なるみさん、なるちゃん、ありがとう。わりパパさん、ありがとうございます。博士太郎さん、ありがとうございます。ずしパンさん、ありがとうございます。お膝でした。持ってるな、私。ネポンさん、おめでとうございます。おめでとうございます。チキン南蛮買うわって来てコメントいただいた。やった。やったね。ラインスタンプ買ってください。ということで、はい、ということで皆様番組ご覧いただいて本当にありがとうございます。クラブパルヘジアでは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにてにて配信しております。観覧無料ワンドリンク500円です。火曜の夜はみんなで楽しい時間を過ごしましょう。パソコンでご覧の方はこちユーストリームのユーストリームのご覧の方はユーストリームご覧の方パソコンの方はこちらのいいねボタンをツイッターでボタンやツイッターを押してください。こちらですね。そしてチャンネル登録もお願いします。こちですね。そしてアメーバフレッシュをご覧の方はこちらから右左右下右下にお気に入りボタンをお気に入りボタンがどっちだこっちかこちら右下にお気に入りボタンがありますのでそちらをクリック、こっちかなこっちかこっちをクリックしてください。今日が初めてですもんね、アメーバフレッシュ放送。すごい、たくさんの方が。すごい、ありがとうございました。それでは。いいの？もうこれで終わっちゃうの？あと13分あるよ。なんか言い残したことあるかな？言い残したことか。言い残したことある？次今何？36時間何やるの？次も36時間？36時間はやりたくないんですよね。さとみはもうやりたくない。山手線ですもんね。4月に山手線一周もう一回やるんだけど、今の時点でちょっと出てるのは諏訪湖の周りを一周。諏訪湖か。あそこはでも全然なんか。そんなに琵琶湖じゃないんだ。琵琶湖は200キロって言ってたからね。200キロあるらしいからね。何日かかんだよみたいな話だから。え、諏訪湖だとどれくらいなんですか？諏訪湖はそんなにない。16キロって。じゃあ3時間もあれば16キロ全然だよ。すごい。山手線一周歩いた日に万歩計、携帯の万歩計機能を見て帰ったら7万歩超えてた。
え、なんか想像つかないんですけど、何7万歩って普通さ1日1万歩とか、ね、目安がね。でも大体歩いてないよねみんなね。あ、びっくりした。なんかさとみんはあれですね、本当にタフですね。タフっていうか、なんだろう、体力すごい、体力がすごいんだけど、腰も弱いし、あのできることはね少ないとは思うんだけど、それでもできるんだよっていうのを見せたくて、配信っていうのをね使ってみんなに、あのみんなにエールを送るためにも自分が無理をするっていうようなスタンスでやってて今のところ。だからね、みんなも一緒に頑張りましょう。上へ行きますよ。すごいパワーが、なんかパワフルでもね、頑張ろうで、一周少ないとか、一周少ない、厳しい厳しいご意見が。滝沢のお腹ぐらいって何の話や。なんかコメント、アメーバフレッシュの方はこう難しいですね。コメントが難しいですね。人も分かんないし、なんかすごいラグがあるんですよね。ラグがちょっと多いですね。ちょっと遅れてね、届くのでね。でも今日は初の試みなので、ね、また来週はまた違った感じになるかな。ね、楽しみだね。どんどん成長していくんじゃないですか、この配信も。そうだと思います。それではですね、最後にあの番組をご覧いただいた視聴者の皆さんに、ゲストの、滝沢さとみさんから一言をいただきたいと思います。皆さんありがとうございました。またここ、パルヘジアに、何回も出させていただいてるんですけど、またこうやって戻ってこれたし、今後もねたくさんねまた出ていきたいなと思いますので、その際もよろしくお願いします。今後も私滝沢さとみとなるみんをよろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー。あのさとみんのやっぱ司会のね番組も見たいですね。また昨年でやられたっていうこと。呼んでください。見たい。司会に。MC やりたい。MC やりたい。おーおーおーっていうだけだよ。おーっていうだけだよ。言うだけだよ。やろっか。やった。再び始まる。ではでは私からも感想、ちょっと今日2回目 の MC だったんですけどね、本当に今日はさとみんに助けていただいて、なんとか、無事終えれたかなと思います。ちょっと先週じゃない、先月よりは成長できたかなと思うので、優しい目で見ていただけたら、温かい目で見ていただけたらと思います。でアメーバフラッシュも始まったのでね、今後がすごい、アメーバフレッシュが始まったので今後もねすごい楽しみです。さとみんのあの長野話もたくさん聞けて、でこのパワーもいっぱいいただいたので、私も頑張っていきたいと思います。友達になりました。お酒飲みたいです。お酒飲みたいです。お酒飲もう。この後長野のお酒、杯を交わせばみんな友達や。すごい、お酒の力はすごいぞ。みんな家族や。ではでは来週のゲストと MC を紹介したいと思います。来週の MC は第一火曜日担当の浜崎えりかさん、ゲストは奈良日和さんとこまりさんです。お楽しみに。ということで、それではいつものポーズでお別れをしたいと思います。右手が棒で、いいの、あ、もう終わっちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。いいのか。 OK、はい、右手が、右手が棒、棒、左手輪っかで P を作ってください。これあれこうですか。そう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 。あ、こうか。これ大きすぎた。こうで。なんやこれ。私がですね、今週もありがとうございましたと、来週もと私が言いますので、その後に続けてカメラに向かってクラブパルヘジアと言いながら、その手を前に出してください。私が危ういですけど、サドミの方が慣れてる感じです。それでは今週もありがとうございました。来週も。
クラブパルヘジア。バイバイ。ありがとう。ありがとう。白なインクで自分を塗りつぶして存在自体を消してしまえたら、そんなことつぶやく辛そうな君に七色の絵の具をあげるよ。君は白く消えてしまったんだろう。その綺麗な何色にでもなれる君は新しい君になれる。忘れたらいけない、今を生きてるということ。黙り込んだ口元が震えてる。泣いてもいい、笑ってしないさ。目の前の闇に足を進めるのは、背中に希望を背負っているからさ。必ずあるはずなんだ、必ずあるはずなんだよ。この先に一筋の光。目の前の闇に足を